はい、今日はね、まあ、4月2日、まあ、第1日曜日です。まあ、新島ふるさと公園です。今日はね、特別に、まあ、ミニ SL、まあ、第1日曜日だけね、ミニ SL が走るということで、あ、風切り音が入ってるかな。まあ、こういった感じの公園ですよ。赤城山です。まだまだ雪景色ですね。まあ、吹いてくるね、まあ、赤城おろしも冷たいです。元気ですね。はい、こちらね、まあ、陸上自衛隊ヘリコプターです。ここに展示したヘリコプターは我が国航空界の先駆けとなった中島飛行機の技術力を継承する富士重工業が製造したもので、形式は UH-1B、 愛称ひよどりと言います。昭和47年富士重工業宇都宮製作所で4-585番機として製造され、以来陸上自衛隊で航空飛行訓練等に使用、特に災害派遣には十数回出動するなど平成4年まで活躍した名機です。この度防衛省の協力により航空教材および航空思想の普及のため展示したものです。このヘリコプターは貸与されたものですから、損傷しないよう大切にしてください。なるほど。まあ、主なね、まあ、任務、まあ、訓練なんですけど、まあ、災害派遣にもね、平成4年まで使われていました。すごい。まあ、こんな感じね。はい、こちらね、まっすぐそこまでやってきました。まあ、こうやってね、まあ、もちろんね、ガラスではないですよね。まあ、ちょっと汚れちゃってるんで、よく映るかわかりませんけど、中はね、広いですね。まあ、災害救助でね、まあ、たくさんの人を乗せたいという、まあ、そういったことでしょうかね。まあ、操縦席、本来の席が外れされてるんですね、これね。まあ、こんな中になっています。